またうつろの夜のご到来か。証拠りもなく何度も何度も。もう私が行く理由なんてもうとっくにないはずなんだけどな。今さら何をしたって私の体が元に戻ることはしばらくないしね。この汚れたインバースの体は。でも噂によると今日のうつろの夜は最後の大騒ぎらしい。プオンっていう超悪いやつを絶対にやっつけないとこの世界全部が虚無でいっぱいになって終わっちゃうんだって。このまま黙って見てて本当にいいのかな。もしもこのまま世界が終わっちゃったら私のこの気持ちどうなっちゃうんだろう。そうだよ、ダメダメ、こんなんじゃ絶対にダメ。このままじゃいけない、よくないよ、こんなチューブラリンの状態。私気づいちゃってるんだもん、あいつのこと。自分の気持ちに素直にならなくちゃね。そう、これは私自身の最後の戦い。切ってしっかり終わらせてきなさい、ウィンドミル。よーし、このままじゃ絶対に終わりになんてできない。私が本当に思ってることを伝えないといけない。思いっきり叩きつけてやるんだから、待ってなさいよ。何？なんでこんな小さな子がこんなところにいるの？何ですか、お主は一体。小さい子とかまた聞き捨てならないことを。どうしたの？そんなにじっと見て。そんなにじっと見られるとなんだかくすぐったいからやめてよ。そんなに年は変わらない気がするのに。むしろまさか私の方が年上とかなことないですよね。なんだか無性に腹が立ってきたんよ。ひょっとしてあれですか、栄養の差ですか。私が無人島でつつましく暮らしていた間、さぞエネルギッシュな食事をこの小娘は。こうなったら負けじと食いまくってやるんよ。何よ、いきなり怒り出さないでって。ちょっとお姉ちゃん、お話わからないんだけど、お腹空いてるってこと？あ、それともお母さんとはぐれちゃって不安なのかな。むかー、なんなんよ、迷子センターはもううんざりですよ。確かにお腹は空いていますけど、このご立腹とは別腹なんよ。もう、まったくこんなことでいちいちムキにならないでよ。その格好、あなたリヒトクライスの人でしょ。それくらい私にもわかるんだから。珍しいよね、素敵なお姉さんタイプが多いとこだと思ってたけど。ふんふんふん、いかにもイエス。わかっているなら話は早いんよ。その素敵なお姉さんタイプの筆頭であるあちしの言うことを聞いて、とっととお家に帰ってミルクでも飲んで寝てるといいんよ。いや、いかん、それではもっと大きくなってしまいますね。やめやめ、不審な輩に栄養など不要、水でも飲んでるんよ。へっへっへ、喜ぶといいんよ。リヒトクライスが誇る最強の戦士、天水グゼクターたるこのミカちゃんが相手してやるからや。なんかまるっきり悪役のセリフですねこれ。ふん、ちびっこが精一杯背伸びして可愛いじゃん。暴れる子供にはちょっと痛い目を見せてあげる必要があるかな。いいよ、お姉ちゃんが一丁揉んであげるからかかってきなさい。ビーッタ、残念ですがお前に揉ませる肉はないよ。肉揉みたきゃ帰ってハンバーグでもこねることよ。着いた、ここが今回の深淵。お邪魔しまーす。うわー、
なんか前よりもすっごいスピリチュアルなパワーを感じる。あいつどこ行ったんだろう。ここに来るまでに誰かに負けちゃうようなやつじゃないし。ん？あそこに誰か立ってる。見慣れない格好だし、知らない人だよね。となると答えは一つ。あれが今夜の目的となる悪いやつか。周りに誰もいない。行けるのは私一人なら進むしかないよね。ちょっと、もしもーし、あんたがあのクオンってやつでいいわけ？ああ、いかにも、僕がそのクオンってやつでいいわけだ。険しい言葉に似合わない可愛らしいお嬢さん、君のようなものにまで命を狙われるというのはいささか複雑な心境だよ。そっか、よかった、人違いじゃなくて。勘違いとか恥ずかしいもんね。けどあんたがね、なんか噂みたいな悪人には見えないけど、私の知ってる大悪党の方がよっぽど悪そうな顔してるし。いや、悪人さ、じきにわかるだろうが、君の眼前に立っているのは自己の欲望のために世界を捨てた大悪人だよ。ほう、そうなんだ。なら本気も本気でやっちゃうかね。ともみも Y 先輩も、もちろんこの世界も私が助けるんだから。そんな迷惑なこと許せるはずなんかないし。それにそんなことになっちゃったら、私の気持ちをあいつに伝えられなくなっちゃうじゃん。そうなっちゃうのだけは許せないの。それも意志か。強く鋭く万物を貫く熱き槍の穂先、よどみすぎた僕には遠く清く眩しく感じる思い、その強き意志で止めてくれ、僕の愚かでくだらない破滅を。英語のクオンがもう倒されてるってのか？おい、お前が！って、なんかこのパターン以前もあった気がするぞ。なに？ああ、よく見たら、キドハイドじゃん！やだ、なんでこんなとこにいるわけ？もう最低！だからなんで俺はいるだけで最低なんだよ。いるよそりゃ、ここに行くって言ったろ昨日。ここで英語を倒さないと世界の破滅ってお前も知ってんだろ。そりゃ知ってるけどさ、そんなことくらい。ちょっと動揺しただけでしょ、ほっといてよ。だからなんで動揺すんだよ。あー、いや、聞くだけ面倒になるからこの話題はなしな、なし。んじゃよ、悪人だが、英語のクオンはお前が倒したのか？うん、強い思いを託して消えていっちゃった。だから今夜の戦いはこれでもうおしまい。そっか、助かったんだな俺たちは。はあ？え？俺たちって何よ。みんなは助かっても、あんたが助かるわけないでしょ。何よ、あんたまさか助かろうっての？いや、普通助かりたいだろ。なんで俺だけ破滅する前提なんだよ。なら一つだけ助かる道が残されているわ。私と勝負なさい。結局それかよ。なんだよ、お前との話は綺麗に終わっただろ。勘違いだっただろ。ええ、それはそれで終わりだけど、これはこれで始まるの。意味わかんねえっての。きちんと説明しろよ。説明、多分めちゃくちゃだろうけど一応聞いてやる。クオンって人を倒してやっと手に入れた未来でしょ。ならそれをどうするかって私が決めていいってことじゃない。つまり
その新しい未来に存在していい人物かどうかあんたを試そうってこと。アンダースタン？まあ一理あるっちゃあるけどよ。いや、試す意味あるかそれ。お前ん中で結論出てねえかもう。それに私が勝ったら あんたに伝えなきゃいけないことがある。おお、なんだよ一体。薄っぺらな取り繕った言葉をいくら並べても本心は伝わらない。剣を交えた後でしか。わかってるでしょ、キドハイド。え？ああ、おお、わかったような、わからないような。まあ、世を救ってくれた勇者様のお望み聞かないわけにもいかねえか。そういうことなら受けて立とうじゃねえか。けど接待とか手加減とかそういうのは一切期待するなよ。やるんなら全力本気でやらせてもらう。うわあっ、さすが英語のクオンを倒した女だ、パネーゼ。勝った、私の勝ちよ、キドハイド。ああ、全力で負けたんだ、言い訳はねえよ。で、お前の話ってのは、なんなんだよ。それは。じゃあ、言うわよ。なんだよ。私と。私と？仲直り。したいでしょ。は？仲直り。あ、相撲の休憩の話じゃなく、喧嘩して謝ってのあれか。それ以外に何があんのよ。あのさ、私誤解して怒って、なんかちゃんと許してあげてないなって思っちゃって、すっきりしなくて、なんだかうやむやなままが続くのも嫌だったから、改めて機会を作ってあげようかな。なんて優しい私。いや、別に許すも許さないも気にしてないけどよ。ていうか、え？俺が許す側じゃねえの？あ、私は別にあんたのこと友達くらいにならけど、友達ってなんか近すぎちゃって恥ずかしいな。そうだ、知り合いよりちょっと上くらいになら考えてあげてもいいよ。え、いや、そんな俺は。え？だからそのためにちゃんと許して仲直りしてあげるって言ってるじゃん。はい、ありがとうございます。これって誤解してごめんねって話じゃねえ？あれ？うん、よかった。言うこと言ってすっきりした。本当はね、あんたが謝りに来ることなのよ。わかってる？わかってな、いや、すいません、わかっております。この度は寛大なご配慮誠にありがとうございます。うん、わかればいいのよ、わかれば。それじゃ、この話はこれでおしまいね。あ、けどね、これからのことはこれからのことなんだから。また私の周囲で不埒な真似なんかしたら許さないからね。わかった？それじゃあ私は先に帰るから、バイバイ。はあ、なんなんだあいつ、勝手に勘違いして勝手に許しに来て、シャレになんねえぞ。ま、勢いだけで世界救っちまった大英雄様だ、逆らえねえけどな。ふぅ、これでなんかモヤモヤしてた心のつっかえが取れたかな。
あんな失礼なやつ相手でも黙ってたらすっきりしないし、まったくもう世話焼かせないでよね。クオンって悪いやつもやっつけたし、これで万事解決だよね。あ、けど夜とか力とかってこのまま残るのかな。もし力が消えてみんな普通の体に戻っちゃったら夜にも行けないし、 EFG も解散になっちゃう。元の体に戻るのが望みだったはずなのにね。 Y 先輩も剣先輩も一緒だと楽しいし、軌道ハイドもまあなくなっちゃうってのは嫌だな。ああ、楽しい時だけ時間が止まればいいのに。で、あれ、おじいさんにもらった時計止まっちゃってる。嘘、そんな。まあ古い時計だし仕方ないか。まあ治るかなこれ。ごめんなさいおじいさんおばあさん。流れる時間は止まらない。絶対にまた動き出す。私も立ち止まってなんかいられないよね。回る時計、回る風車、流れる風は思いを運んでいく。私の強い強い思いを、祝福の針は間もなく動き出す。私も進まなくっちゃ。